死ねるか。イタチの生きた耳をこんなところで。俺は許せサスケ。また今度だ。怪我はねえかよビビリ君。お前は弱いよ。うすらトンカチ友達だ。仲間一人救えねえやつほかげになんてなれるかよ。これで最後だ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。我々はこの葉を潰す。俺はお前をずっと愛している。邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに生きてんだよ。邪魔するなって言われてもね。マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね僕ら。それにサスケだっけ言っても無駄だと思うよ。もう死んでるって。てめえカディンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよ。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち絶は任せたわよ。皆さん何すかいきなり。どいてもらいましょうか。君たち僕を倒して先に行くつもりっすか。無理無理そんなことさせないって。マダラ様の命令は絶対だし。ゴトン大連弾の術。もし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かったもんじゃないよ。マダラと私どちらが恐ろしいか教えてあげないとね。よろしばるわしを死に追いやったお前とまさか。さっさとサスケくんのもとに向かうわよ。いててあとはわしに任せよ。ではよろしく。サスケ！誰だてめえ。サスケに何してやがる。なるほどあなただったのねカブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。はっこいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうかサスケに何してやがる。さっさとどきやがれ。落ち着きなさいカリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつってもあいつ。サスケのチャクラを感じる。なんで？僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを？そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです。僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。